はい、皆さんこんにちは。今回なんですけど、アーセナル監督キャリアの続きやっていきたいなと思います。で、今日はウェストハム戦とチェルシーとの、ロンドン勢との、ね、試合をやっていこうかなと思います。で、まあ最近の動画で何回か言ってるんですけど、今冬の移籍期間でございまして、まあうちもね、怪我が3選手ぐらい、モンレアル、ベラルディ、ソクラティスかな、怪我してたりして、まあカップ戦、ヨーロッパリーグとか FA カップとか、まあ、リーグ戦もあるので、そういうのを考えるとやっぱりちょっと補強しとかないとなっていうところでね、まあ、コメントとかでもいただいた選手とかもピックアップした選手がいるので、まあちょっとリストを見てもらいたいんですけど、はい、リストこんな感じです。一応まあちょっとまだスカウトのあれが、レポート来てないんですけど、一応こんな感じで、ピックアップしてみました。で、コメント欄であったね、ゴメス・ジンチェンコだったりダビン・ソーサンチェス・アセンシオもね、しっかり出てるので、まあ、ただちょっと、まあ、このね、アセンシオ・サンチェスとかはお金がね、やっぱりサラリー面ですっごい高額でしてね。で、なおかつ、まあ、ちょっとアセンシオは見れなかったんですけど、ダビンソン・サンチェスは結構もうトッテナムで主力として扱われてるので、まあ、扱われてるって言い方変ですけど、って考えると、まあ、若いですし、ちょっとね、現実的に厳しいかなっていうところで、まあ、ジンチェンコもウルバーハンプトンに移籍したばっかでね、まあ無理なんですけど、まあなのでジョー・ゴメスは結構まあいいかなとは思ってるんですけど、まあ、あと、まあ、自分がピックアップしたので今獲得しようかなと思っているのは、まあ主にセンターバックをピックアップしたんですけど、まあタルコウスキーとか、フィル・ジョーンズ、キーンとか、あたりですかね、まあ、かなり主力としてもうマグヤもんですけど、今主力として、即戦力としてね、期待ができる選手をピックアップしました。で、まあこのね、ブレンダン・ギャロウェイとかも、まあ、左サイドバックもやっぱり補強必要かなっていうことで、入れてます。あと左サイドバックいたかな、多分ギャロウェイとぐらいだったかな、あー、デジンチェコかぐらいです。で、まあバーンズとかルックマンあたりはもう夏のね段階で入れていたので、まあもう置いといて、でこのバレッラは現実でもね、アーセナルが獲得の噂を示していたので一応、入れてみました。あとはウィルシャーもなんかまたもうアーセナル戻ってくるのありかなと思って出てます。デパウルは、まあ左のウィング、右のウィングで CF できて、結構まあ汎用性というかポリバレントかなと思って、まあウェルベックとかラムジー、攻撃陣がね、あの負傷癖持ってるので、まあ、なんかあった時にこういうポリバレントの選手がいるっていうのは結構力強いというか強い味方になってくれるんじゃないかなと思って入れてみました。まあまあキーパーも一応やっぱチェフが、まあね、年齢的にもあれなので入れてみましたと。そんな感じですかね、まあ、ネベスもちょっといいかなと思って入れてみました。こんな感じです。まあ結構このタルコウスキー、ジョーンズ、マグワイア、キーンあたりは、まあ、誰かしら取るんじゃないかなと思います。うん、ここら辺この4人が結構濃厚かなと思ってます。こんな感じかな、とりあえず。はい、そんな感じで、あ、まあゴメスも結構濃厚かなと思ってます。はい、そんな感じで、じゃあウェストハム戦、行きましょう。はい、ウェストハム戦のスタメンはこちらです。まあ、前回はね、疲労とかもあってベンチ外にしてた選手とかもいたんですけど、今日はがっちりベストメンバー組んで、やっていきたいなと思います。Hi there everybody, we're in the east side of London today. Our action comes from the London Stadium. To describe it for you, myself, Martin Tyler and Alan Smith.
in our game today, West Ham United against Arsenal. Well, they can be really the heartbeat of the team, these central midfield players. Hey, Brozovic, got a new one. Making his debut today. What do you make of it, Alan? Well, I'm impressed by the signing. I think he'll give them a bit more composure in the middle of the park. He can get up and down. さあ、ロンドン勢とのね、2連戦の初戦、ウェスタムユナイテッド、絶対に負けられない戦い、勝ってやる。We're underway here with West Ham United kicking off. Club manager now managing an international side is a little different, but I think it's probably a challenge you would fancy. 取り抜いて、マイボー、マイボー、マイボー。いやゴールキックかい。Like the players, who will be pretty wet after 5 minutes. Kramer, Brozovic, and yeah, was it? Shot on. It's a drive of some power, but off target. Yeah, unlucky. Didn't quite carry on. Oh, 引っかかった。Well, now they've got the ball. What are they going to do with it? よし。いいカット、いいカット。さあウェルベックを走らせる。Winning the target for West Ham United here, but they know. さあ切り返して中えぐれるか。さあマイナス、うわあ、コーチャンス惜しい。よし、ナイスタックル。うわあ、突っかかるか、そこ。うわあ、すっげえ。ナイス。ここで前半終了。なんかこういうスタッツ見ててもちょっとね、お互い拮抗してるというか、なかなかシュートまでいけず、ちょっと見応えが少ないけどね、ここはしっかり仕留めたいと思います。ハビ・マーティネス、まあ、they're in a good position here. Another shot. うわ、ナイスキー。 West Ham United are given a cornerNext game. Yeah, they're playing Chelsea in the next match, and I think one goal is going to decide it. ベジェリンとラカゼットのコンビ。どうだ、おっとー。くそ。In midfield, they've got it back via an interception. And a crack. うわ、びっくりした。That's gone behind it. It'll be a corner for West Ham. 伸びたな。He did see it all the way, Alan, but it's still a good save.It's a long way out, and sometimes they can catch keepers by surprise, but he was on his toes. Yeah, that's a fine shot, and even better save. Jeff, if it wasn't for him, he'd be disappointed to get beaten, but nevertheless, had to keep his eye on the ball. West Ham will make a change shortly. カウンターの質が悪い。びっくりした、びっくりした。危ない。何が起こった今。73分選手交代。442に変更します。442にして、オーバーメヤンとラカゼットをちょっと横並びにして、選手交代でもしなくていいか。このままいきます。この判定のされ方はまず、うわ、ナイス。さあ、ほら、442効果あったんじゃない。 Defenders caught out by it in the end. Let's have another peek at that goal. おー、バメヤン久しぶりのゴール。イエス。残り5分、ちょっと時間稼ぎ。
his team on the training ground, and he's seen some reward for it down there now. よし、土壇場のゴールでよかった、勝ち点3取れてよかった。But at the moment, this team looks as though they're going to win something at the end of it. They do. They have the look of potential champions. Certainly, the crowd will be going home excitedly talking about their prospects. And I think the future looks bright. It is incredible the way Arsenal have been playing in their away games. They've been really racking up the victories. And here's another one to record. Yeah, ちょっとヒヤッとした場面何回かあったんですけど、終盤にね、勝てて、まあ、点取れてよかったです。本当に点取って勝って勝ててよかったなと思います。本当にヒヤッとした、まあ、しかも次チェルシー戦っていうね、まあ、前回勝ったんですけどね、まあ、ちょっとダブル狙ってやっていきたいなと思います。はい、ちょっと今ねスケジュール変更ってお知らせ来たので今見たんですけど、チェルシー戦ね延期になっちゃいました。あのカップ戦の影響で、スケジュール延期になって、チェルシーの、ね、一戦が延期になってしまいました。なのでちょっとロンドンと2連戦じゃなくなったんですけど、で日程見ると26日に FA カップの4回戦かな、カーディフシティとの一戦、カーディフといえばガラバーカップやられてるんですよね。しかもまた2連戦っていうところで、ちょっとこれはまた面白い動画になりそうだなと思うので、ちょっとこの2戦を次回に持ち越したいなと思います。で今回は、まあ、取れ高的にちょっとあれかなと思うので、選手獲得していきたいなと思います。で獲得する選手なんですけど、決めました。ジョー・ゴメスです。ジョー・ゴメスを獲得していきたいなと思います。で獲得する決め手といいますか、どういう意図で獲得するかといったら、まあもちろんコメントでいただいたっていうのもありますし、あとは、足が速くてですね、僕がピックアップした中ではこの加速80、ダッシュ速度84、ここをかなり僕は高く評価したので、リバプールからね強奪していきたいなと思います。じゃあ交渉参ります。1700万ユーロの市場価値、さあさあ交渉、まあ大体ちょっと低くいきたいので、まあ1500万ぐらいかな。桁間違ってないのこれ、たまにうっかりしちゃうんだよね。大丈夫なはず。さあ、オラルゴメス獲得は1500万ユーロ、ハシアラ準備があります。これ取ればいいけどね。え、ちょっとまさかのね展開であれだったんですけど、まあ、カーディフとの2連戦も、まあ、次回の動画でやりたいので、今回はちょっと中途半端になってしまったんですけど、これで終わりたいなというふうに思います。なんかちょっと本当になんか終わり方がね、本当に中途半端になってしまって申し訳ございません。次回カーディフ戦の2連戦、あとは、ジョー・ゴメスとの交渉に、再度臨んでいきたいなと思います。それではご視聴ありがとうございました。さよなら。